第一次マイソール戦争は、1767年から1769年にかけて、イギリス東インド会社とマイソール王国との間で、南インドにおいて行われた戦争。ハイダル、アリーマイソール王国のある南インドは、古来から季節風貿易での莫大な利益により、潤っており、土地も豊かであった。1761年6月以降、同国では、 ムスリム軍人のハイダルアリーが実権を握り、ヒンドゥーのオデアアサの王は有名無実化していた。その頃、1757年にイギリス東インド会社はベンガル大使をプラッシーの戦いで破り、1764年にはムガル帝国、アワド大使、ベンガル大使をブックサールの戦いで破った。翌1765年にはベンガルビハールオリッサの D ワーニーを得ることに成功し、 植民地の拡張を目指して、次にこの地を支配するべく、機会を狙っていた。ハイバル・アリーは、以前より、カルナータカ大衆のムハン・マド・アリー・ハーンがイギリスと同盟して、マドラスを使用させていることに不満で、その上で間のマラータ王国やニザーム王国などが、イギリスと協力関係を結び、マイソール王国の近隣を取り巻いていることも、不満だった。こうした情勢により、南インドでは、 不穏な空気が漂い、一触即発の状態だった。1766年11月に、マラータ王国最小、マーダブラーオは再び、マイソール王国へ遠征を行い、1767年1月に、その領土に侵攻した。これを第一次マイソール戦争の開戦とする場合がある。3月4日、マラーター軍は、マドゥニリを攻略し、5月に彼は帰還した。 その後、マイソール王国のハイダルアリーはこの脅威に対抗すべく、ニザーム王国のニザームアリーハーンと同盟を結んだ。すでに、1766年11月に、ニザーム王国はイギリスと友好条約を結んでいたが、これを保護にする形となった。5月に、イギリス側のジョセフ・スミスは、この同盟の情報を知った。そして、8月に、ハイダルアリーは、 カルナータカ地方政権の領土に侵攻し、イギリスの拠点たるマドラスを目指した。これが第一次マイソール戦争の開戦であったとする場合がある。先端が開かれると、マイソール側の攻撃は想像以上に凄まじく、事態はイギリスの思うようには進まず、同盟軍は括攻撃退されていった。イギリスの見積もりによると、マイソールとニザームの連合軍はおよそ7万であった。 同年9月21日、ハイバル・アリーは、カーベーリ・パッティナムにいたジョセフ・スミスを迎え撃つため、ティルバンナーマライで、イギリス軍を破った。この時、季節はモンスーンに突入していた。同年11月、ハイバル・アリーは、モンスーンさながら、イギリスの牢城するアンブールを攻撃した。城塞の守備隊は降伏しようとせず、12月に、イギリスの援軍が到着するまで耐えた。 1768年初頭、ボンベイのイギリス東インド会社は、マイソール王国の支配するマラバール海岸のを攻撃するため、遠征軍を派遣した。ハイダル・アリーは、マンガロールに艦隊を編成しており、その指揮官ルトフ・アリー・ハームが、その迎撃に当たったが、2月にマンガロールは占領された。一方、イギリスの圧迫を受けて不利に陥っていた、ニザーム王国は、 同年2月23日に新たな友好条約を結ばざるを得ず、戦線を離脱していた。だが、ハイダル・アリーの息子ティプー・スルターンは、父の援助を得て、間もなくマンガロールを奪回した。また、彼はイギリスに味方した、マラバールのナイルラに追徴税を課した。とはいえ、ハイダル・アリー自身は、北方のマラーター勢力と戦わなければならず、 カルナータカ地方を離れなければならなかった。その間、イギリスはマイソール側の占領地の多くを奪回した。マラーターの指揮官、ムラーリー・ラーオとイギリスのジョゼフ・スミスは連携を取り、8月にホースコーテで合流し、彼らはマイソール領バンガロールの奪取を試みた。同月8日、ハイバル・アリーはマラバール方面からバンガロールへと帰還し、22日に、 ホースコーテのマラーターの陣に攻撃を仕掛けたが、大きな損害を出して敗退した。その後、ハイドル・アリーはイギリスに対抗するため、バンガロールからグッダム・コンダへと向かったが、その際にイギリスとの講和を考えた。だが、イギリスと折り合いがつかず、ムハンマド・アリー・ハーンの扱いに関しても同様であった。彼は、戦争が始まる以前からの両者の対立により、ムハンマド・アリー・ハーンを強く嫌っていた。 10月3日、ハイガル・アリーは、グッダム・コンダからバンガロールへと引き返すさなか、コースコーテの近郊、ムルバガルにいたイギリス軍を攻撃しようとした。翌4日、マイソール軍は、ムルバガルの救援に駆けつけた、ジョン・ウッド率いるイギリス側の援軍と戦闘になり、これに勝利した。マドラスを襲うマイソール軍11月22日から23日に、かけて、マイソール軍は、 ジョン・ウッドが逃げていたバガルールを攻め、追われたウッドはベンカタギリへと逃げざるを得なかった。また、同月に、ハイガル・アリーは軍を二つに分け、ガーツ山脈に縦断して移動し、カルナー高地方へと移動した。彼はイーロードへと向かう途中、イギリス側の捕虜王国の首都、シュリーランガ・パッタナへと送った。そして、1769年3月末、 ハイダル・アリーは6000の騎兵とイギリスの南インドの拠点であるマドラスを包囲し、マドラス城の城門まで攻め寄せた。これに驚いたイギリスは、戦争を終わらせるべく、マイソール側との交渉による事態の打開を図り、4月3日に、相互の占領地と捕虜の返還などを定めた、マドラス条約を結んで講和した。ありがとうございます。